ラフドー。はい、ドリームクリエイターのラフドーだよ。今日は先日タイに行った友達からもらったお土産があるんで、それを食べたいと思います。もらったお土産がこちら、ドリアンウエハース。これ絶対臭いやつやで。あ、何この欠陥品。くそ、このくそ、この袋、この袋破らせる気ないやろ。スパ、はい、これね、歯が入ってるね。結構入ってそうな感じするけど大丈夫かなこれ。匂い嗅いでみるね。なんかもうすごい嫌な感じ。もう開けた瞬間からもうこの辺なんかもう匂い嗅がなくてももうなんか来るよこれ。もうこの距離でも来てるもん。これひどいぞこれ。じゃあ直接匂い嗅いでみます。ますよ。やるよ。あ、もうこの距離でもう終わってるもん。もう最初からクライマックスこれ。これ尋常じゃないよ。あのさ、これなんかちょっと演技臭いなとか思ったし、マジで尋常じゃないからねこれ。いや、なんて言ったらいいのかな。もうほんとゴミの匂いした。ゴミ、生ゴミ。これは罰ゲームだよ。これ罰ゲームだよ。こう持ってるだけでもう持ってるだけで死にそうだからね。この距離だよ。この距離だよもう。全然臭い。味はいいんだよ。味はね、いいんだよ。ただこれね、胃に入った時が怖い。これなんて言ったらいいんだろうな。もうほんとさ、腐った何か食べてるよこれ。腐った何か食べてる感じだよ。なんて表現していいのかな。ごめん、何にも考えらんない。うわ、これはひどいよ。あのね、皆さんよく聞いて、タイに行ってこれをお土産に買ってくんのやめよう。絶対ダメこれ。ダメ絶対これほんとダメだから。しかも何個入ってんのこれさ。多分9枚入って、9枚入ってますよこれ。9枚とかもう覆ってんやんこれ。全然入ってるこれ。どんだけ食べればいいのこれ。これさ、ゴミみたいな匂いしてんのにめっちゃ入ってるからねこのウエハース。これめっちゃ入ってるからねこれ。分かった。これ何か分かった。腐った玉ねぎ。動画を見てくれてありがとう。こんな感じでくったらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから、別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃまたね。